トリュフが入っているドレッシングになります。おいしいやろ。さあ始まりました中島家チャンネルでございます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。今ですね、中区は堺町にやってきております。もう東海地のそばなんですけども、ちょうどこの後ろが広島の平和公園です。そうですね、はい、そこからずっとこう西に来た位置になるんですけれども、はい、ここに井上さんが行ってちょっとおしゃれだったよっていうお店があると、すごいなんかもう今が凝縮されたような。はあ、来たね。ここはいここです。カフェパセ。まあおしゃれなねえ、すごいおしゃれ。水がやばいよね。やばい。涼やかな感じで、はい、ちょっと待って、女子会だから今日はおしゃれに決めてね。はい、わかりました。ちょっと待って、引き切らんのだけど。ここがはい、はい、どれがおすすめなんですか。おすすめですか、ランチだとサラダが今4種類ご用意があって、はい、一番人気なのがローストビーフサラダですね。私がいただいたのは、うん、これをテレビのロケでいただいて、そうですよね、めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。でもね、僕もすごい気にはなってる。ありがとうございます、うん、あとテレビで紹介させてもらったのは、うんアサイーボウルです。アサイーボウル。アサイーってあるんですか。あります。ありますか。はい。なんか今ないよ。ないっていうよね。ない。どこ行ってもねんだ。そうそう。私なんかネットでこれ見て、グリークヨーグルトみたいなご用意してあります。これ韓国で流行って日本にも続々と上陸している最中だと思います。そうなんだ。個人的なおすすめって何があるんですか。ああ、そう、サラダ以外。あ、はい。ああ、そうですね。サラダ以外ですと、私は焼き菓子のチョコチップクッキーがすごく好きで。あ、それも食べたい。やばい。これを最近私が仕込みをさせてもらえるようになって、作り方とか高さが出るようにとか。結構集まりますもんね。そうなんですよ。努力して作ってるので。はい。ぜひこれも食べに行けんわ。さっき焼き上がったばっかりなので出た焼きたてがあります。いやありがとうございます。ちなみにこのサラダの中だったらどれが食べたい。あ、でも本当になんかヘルシーな感じがすごいするじゃん。サラダヘルシーがすごい好きなんですよ。もっとヘルシーだからね、パッと見ね。だけどすごい結構ね、健康志向は好きよね。そうだね。じゃあチョプサランショウやチョプサラと今月のサラダにしてるとまた1個。違う違う、チョプサラとローサラにローストビーフにするの。私1回食べてるからちょっとローストビーフのサラダを作ります。セパレートドレッシングって言って、葉っぱをちょっとツヤっとさせたり離れを良くしたりするドレッシングですね。お肉もうちで大きいブロックを買って味付けから低温調理までしてあるので。これがトリュフが入っているドレッシングになります。でマッシュポテトを絞ります、はい、お肉をのせます。1回ぐらいやると粉々になります。キヌアとかですか？キヌアです。キヌアが入っております。で、チョップドサラダにエビをのせます。はい、さあということでございましてね。美味しそう。めっちゃ綺麗。女子会って聞いてて、いざ見てみると。わんぱくじゃねえかと。わんぱく。ああ、サラダの量はすごいボリュームよね。すすごい。でもなんか野菜すごい多いし、うん、なんかヘルシーなもので構成されてるから、うん、なんか罪悪感がないよね。そうね。やっぱりね、女子のことが分かってくれてるハーフ&ハーフ。これ嬉しいよね。いろいろ味わいたいからね。よし食べよう。はいはい。いただきます。まずスープからいただこう。あ、そうね。はい。これなんか私前来た時はミネストローネだった。いいね。食べに来。この感じがね。これがカフェだよね。カフェですよ。食べに来。でもこのね椅子とかねめちゃくちゃいいやつだ。あ、そうなんだ。家具とかすっごいこだわってるから。本当。だからこの上質な空間ができてんのよ。うんま。おいしいね。早速おいしいね。めちゃくちゃうまい。ちょっと私早速アジアンサラダいっていいですか。この海藻なのかなこれ。そう、あの海藻由来の、うん、そういったで、マンゴーも入っとんよね。マンゴーがね3個から4個入ってます。ちょうどあのそんなの言わんでいいよ。裏にこうやって入れてくださいねとか言って書いてある。サイズによってはもう大きく切ってあったら3個、小さかったら4個。今回4個入ってます。ありがとうございます。はい、どうでしょう。めっちゃアジア。本当。アジア。甘いと酸っぱいとこの辛いが混在してるから。いや本当。トムヤムクン的発想ね。本当に。です。アジア。いや。どうやろ。うわ、イカがめちゃくちゃ合う。本当。このサラダのドレッシングね。ちょっとマンゴー一個もらっていいかい。え？美味しいやろ。4分の1。うまっ。違う。うん。わあ、夏だわ。うん。体伸ばさんと。うん。行っていいっすか私。いいよ。一回さ、あのこの夏の感じじゃなくてこうローストビーフを挟もうや。食べていいよ私も。企みにがぜん加わってきたからおかしいなと思ったのよ。急に提案始めて。そう。食べたいんだ。2人の3種類っていう感じ。ああそういうこと。うん。でこのフルーツが入ってるっていうのがまたいいのよね、これ。オレンジです。なんかお肉がすごい美味しいよね。で次これ。これ何？それぞれこうか。あ、これキヌア？そうだよ。うわすごい。キヌアリーブスです。へえ。うん。うわ、うまっ。なんかメキシカンな感じだね。イングリッシュマフィンね、アボカドペースト。体にいいものが乗ってんじゃん。だから遠慮なく食べれちゃうから。そうだね。ここで焼いてらっしゃる。焼きたてではないんだけど。ブリッジのバターの風味、これ絶対生ちゃん好きだよ。あれも少しも美味しい。我慢じゃないのよ、ここのなんかサラダって。そしてサラダということでね、罪悪感もゼロ。ちょっとお値段はね、まあそれは安くはないけれども。私もお知らせの時声が漏れたもんね。あって言ったよね。では一旦お会計させていただきますね。はい、4100円です。だけど味はねもう格別だから味空間ともにね、うん、いいじゃろ。見てこのドレッシングがさ全部にぐにゃぐにゃって。私こうなったのが好きなんよすごい。お腹がつっかえるんよ俺。あ、出とるけ。カフェに来る前に痩せてからこれ。プラマイゼロ。